るけど誹謗中傷しないんでセーフですっていう認識なんかな、運営は。ね、そこをちょっと教えてほしい。飲酒運転はダメですよ、犯罪ですからねって。でも河川敷に掘ったて小屋建てるのは犯罪じゃないんで大丈夫ですっていう見解なのかな。不法投棄が、まあそうか、不法投棄になるのか、それはゴミだよね、うん、27条。へえー、あ、そうなんだ。面白いね。よくあんなことできるよね。そのモラル、デリカシーの問題だよ。その家があるないとかいう、そういうことじゃなくて、例えばさ、あの駅前のさ、花壇にあのパンパンジーが埋まってるとするじゃん。ね、あの綺麗な、ね、あの要するに 色とりどりのパンパンジーがいっぱい埋まってて、で、じゃあ例えばさ、あ、じゃあそこのね、花壇をショートカットすれば駅まで近道で行けると、10秒ぐらい短縮できるって言った時に、じゃあパンパンジーを踏んづけてそこの花壇を踏み荒らしてね、駅前まで行くかっつったらやらないでしょ、絶対ね。どんなに例えばそこをショートカットすれば、本当に1分2分のショートカットですって言ってね、あ、じゃあこのパンパンジーが埋まってる花壇の、はいこんにちはね、あのショートカットしてね、花がいっぱい咲いてる中を突っ切れば、あの時短ができるって言ってもやんないでしょ、普通ね。パンパンジーがもうほんと、あ、いや、いやね、綺麗だわって言ってね、あ、じゃあここ通れば駅までね、近いコンビニまで近道ができる。でもパンパンジーを踏みつけてやらないじゃん、普通ね。犯罪じゃないかもしんないよって、別に花を踏みつけることは。でもモラルやデリカシーで考えたらね、パンパンジーが咲いてて、あ、綺麗だなって言った、なったって、それを摘み取って家に持って帰ったりする人間って本当に少ないわけよね。そう、じゃあ例えば、じゃあ家がない、家が契約できないね、あ、前住んでた家追い出された、ね、ハートありがとう、あ、じゃあ河川敷に家建てようとは思わないでしょ、誰もね。そりゃそうだろうね、トイレもないからね。うん、そう、パンパンジーだって俺はパンパンジー好きだし、思わない、みんな。あ、家契約できないからじゃあ河川敷に家建てようとは思わないでしょ、普通に考えて。モラルやデリカシーってことよ、それは良識っていうことよね。その犯罪か犯罪じゃないかじゃないんだよね。そのモラル、デリカシーで語るんだよ、もうパンパンジーね。何度も注意してるのにやめない場合は社会がどう動くかっていうよりも自分がどう思うかって大事じゃない、本当に。例えば俺、路上に唾吐きかける人間本当に嫌いなの。俺絶対やんないから、そういうことで。バエさんとかヒカルとかみんなやるよ、配信者。俺本当嫌いなの。うん、地面、あの、なんていうの、路上、新宿とか歌舞伎町とかいると、あいつら本当に唾吐くんだとか、え、なんでって本当に嫌なの、あれ。うん、そういうことなんだよ。まあ法には触れないけど本当に嫌なの俺だから、あの荷物とか地面に置けないの俺は、汚いから。こと歌舞伎町なんかじゃあもう俺本当に歩きたくないぐらい汚い。そう、いや、パンパンジーがね、例えばね、駅前の花壇にパンパンジーがね、あの紫だ黄色だとかね、ピンクだとか、もうパン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 つってね、パン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 ジーつって咲いててね、あ、じゃあここね、突っ切ればね、もうコンビニまですぐ行けますよって、ゴミ捨て場まで近道できますってね、うん、あるじゃない。あんたたちそこ歩く、歩かないでしょ、歩道でしょ歩くのはね。花壇のそのね、柔らかい土、パンパンジーがいっぱい埋まってるね、その綺麗な花壇をあんたたち踏みつける、それがモラル、デリカシーなのね。いや、やらないよな普通って、うん、それがモラル、デリカシーなのね。法じゃないんだよね、良識なんで、常識とか、うん、そう、海外だとダメだよ。シンガポールとかガムの貼り捨てとかダメでしょ、うん、なんか歩き、ガム噛みながら歩くのもダメだしね、確かシンガポールかなんか、うん、そう、子供にしつけるね、自分が子供さね、授かった時に、ちょ、暑いなこれ、バカ野郎な、これ今日なんでこんな暑いんだ。そう、子供にね、自分の子供にね、あね、お花さんが咲いてたらね、パンパンジーが咲いてたらお水あげなさいとかね、うん、ね、お花って綺麗でしょって、お花にも命があるのよって、
読むの今の汚ねえよな、ほんとツバあるやつな、マジで俺大っ嫌い、パンパンジーな。それは子供たち孫たちに教えたいことなのね、うん、でそれが常識だっつってんの。で、だ例えば、あ、家がないな、あ、家追い出されちゃった、契約するお金がない、あ、じゃあ小屋建てちゃおうか、誰も結びつかないわけよ、それ常識を持った人間は。うん、そう、お世話ね、例えばじゃあね、お掃除のおばさん、例えばコンビニとかスーパーとかでね、あのトイレ掃除してくれてるおばさんに向かって、おい、ババア掃除しろって言わないでしょ、普通にね、あ、いつもお疲れ様ですってね、あのいつも綺麗にしていただいてありがとうございますっていう気持ちで使うじゃない。それが常識、良識なの、モラル、デリカシーなのね。あ、じゃあ例えばスーパーのトイレだからっつってね、しょんべんはみ出したり、うんこまき散らしたりしないでしょ、トイレットペーパー持って帰ったりしないでしょ、それが常識だっつって、うん、そう、いや迷惑かけてないからいいじゃんとかじゃないんだよ。ああ、わかる、車からのポイ捨てもね、うん、傘はまあ確かにな、危ないな、子供はな、ハンバーガーありがとう、常識だっつうのね。だから例えばね、その神様の法則でたまにコメントであるけど、え、それって犯罪じゃないんですかとかさ、許可取ってるんですかっていうコメントに対してあいつブロックするんだね、迷惑かけてねえじゃんって。違うんだよ、迷惑かけてない云々の前にてめえの常識の中でそれはありなのかなしなのかってことで、それを応援してる人間って俺はないと思う。常識のない人間を応援するってことはそいつも常識ないってことだね。うん、俺はそう思う。うん、いやだってブロックされちゃうし、うん、だって正論言うとあの人怒るもん、じゃあ黙ってんのね、じゃあ黙ってんのね、うん、怒られるのが怖いから黙ってんのね、違うでしょ。いやそれって非常識じゃないのって言える人間が常識持ってんじゃない。うん、え、そういうのってダメでしょみたいな、花火ありがとう。いや俺は運営に通報しないでくれ、運営が多分通報は受けてると思うから、それで判断しなかったら運営は常識がないんじゃない。何も言えないじゃない。いいじゃん、ブロックされても。別に。ブロックされてもいいじゃん。私はあなたとは考え違いますって意思表明しないよ。俺旅配信なんか絶対しない。お金もったいねえもん、そんな。イエス最高だもん。いや、いいじゃん、ブロックされても、ね。痛くも痒くもねえで。迷惑かけなくても事故があるとか、全式を管理する役所に。もうそうよ。常識で考えたら。通報は言ってるよね、だいぶね。囲いだからこそブロックされてるのに、そう、相手を思うんだったらなおさら言わなきゃダメでしょ。自分が良ければそういうの、いや否定は全部無視な問題よりね。だからそれが常識がないなって話じゃんね。例えばそれに対して、あ、そうなんだって、あ、それは許可取ってないな、じゃあちょっと電話してみなきゃね、役所にとか、そういう判断ができる人間が伸びしろあるんじゃない。そう、じゃまずそもそも家を持ってない、家を契約してない30代過ぎ、中高年、ホームレスやって、自慢げにね、俺増築しますとかね、兄貴とか言ってる人間が、お前、滑稽だと思わない人間は、本当かわいそう。あ、そう、勝手に木切ったんだ。何、これは木を切る。へいへいほーとか言いながら、聞こったの。最低だな。質問に答えてほしいだけなのにアンチと言われて即ブロなんで、別にいいじゃん、だったら見なきゃ、見る必要がある、それリスナーだと影響力ないっすから、ここはいやもうやりません、俺はやめてくんない、俺規制されるんだそういうことやったらね。何、俺の配信また1ヶ月見たくないの、俺1ヶ月また食いぶちなくなるんだよお前の発言のせいで。俺は絶対やらないっつってんの、うん、うん、俺は規制されるんだすぐ、当たり前じゃやっちゃえ、そういう誹謗中傷とか、俺最近警告も来ないよ、やってないから。うん、オムレス配信終わったら、いや終わらないでしょ、だってお金になるんだもん、うん、ビジネスだもん、うん、多分その警告とかその運営からのなんか処分とかがない限り、警察とかね役所の絶対やめないよ、